番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、いらっしゃいませ。どうも。すいません、計量前日に。どうも、全然。ちょっと、レベルス TV でお邪魔させていただきます。はい、お邪魔します。すごい綺麗な部屋ですよ。お邪魔します。どうぞ。トロフィーの山が。結構ね、困るんだよね、トロフィーいっぱい試合してるとね。そうですね、もう半分以上は実家に。そうね、やっちゃうよね。やってるんですけど、まだどんどん毎月増えてくる。だからあげちゃったりするでしょ。あ、それはしない。それは1回だけですね、はい、やりましたか。1回だけ、あの、すごい中国ってやっぱでかいのさ、めちゃくちゃでかかったらそれだけ公園変えちゃうし、はい、そしてこれ、まずはやっぱりご結婚された奥さんと一緒に今年、はい、今年ですよ、もう7月で3ヶ月。そうです、ね、新婚ほやほやで、ほやほやです、はい、頑張らないと、はい、そしてこれ何ですか。ちょっとまあ多分中世のヨーロッパか日本の健太かっていうぐらいです。部屋に自画像、油絵の、自画像ですよ、油絵の。しかもサイズが大きい。すごくないですかこれ。多分日本で一人だけですね。そうですかね。このキックボクサーは、キックボクサーでもナルシスト多いから、うん、みんな飾ってるんじゃないですか。いやでも自画像はねいないっすよ。やっぱり写真はね、やっぱりいる人は結構いると思うんですけど、これはびっくりだ。これを見ながら毎日、まあ、そうですね。テレビ見ると目に入っちゃうけどね。そうですね。で、クラファンイベントを開催、オーシャルで開催してもらった時のイベントポスターですね。これだってここ、あれですよね、ご飯食べる夫婦で。あ、そうそうですね、はい、ナルシスポーズの元で。すごいなぁ。しかもこのポスターですよ。ご飯食べて、パッご飯食べて。そうですね。で、奥さんがここで作ってる、こう自然と麺に入るんですよね。ナルシスポーズのもとで、これ愛を育んでます。イエス、あの、本当にあの立派な、これもちろん、これはもう、所有の。所有ですけど、もう借金抱えてるね。すごいですか、マンションを持ってる、現役キックボクサー。身を粉にして、あの、それで毎月働いてるんですよ。毎月借金抱えてる。でもいないですよね。借金抱えてる。対戦相手のパン君は、あの、マンションを買うなんていうことは考えたことすらない。この間まで実家住まいですから。あ、はい、お母さんに追い出されてましたけど。あ、はい、あれでももうそんなに今25歳、ちょっと遅いですね。遅いですね。そういうところですね、あの、社会の厳しさ教えてやりますよ。甘いぞって。なるほど、ね、じゃあちょっとこの、あの、椅子に座って、あの、お話をちょっと聞きたいと思います。すみません、あの、計量の前日にこんな伺って。いや、しかしね、あの、噂にたがわず、はい、もうプロフェッショナルナルシストの部屋ということで。そうですね。はい。この後あれですね、あの、お風呂に入って読書を。はい、そう、読書しながら、はい、これの。あれは何時間ぐらい入るんですか。まあ、体重によるんですけど、今回は結構まだ残ってるんで、まあ、5時間、6時間。出たり入ったりちょっと。あ、出たり入ったりを繰り返すで、はい、本読んだり映画見たり。最初は本読むんですけど、だんだんもう活字も見えなくなって、最初は優雅な音楽聴きながらとかやってるんですけど、結構最後の方はもう音楽もうるさいのって。あ、何も見られないですね。それはもう、いつぐらいからやってます。水抜きはもう結構もう何、そうですね、結構前、もう何年もやってますね。うーん、昔はサウナ行ってたんですけど、うんうん、自宅の風呂の方がマイペースにできて、うん、あの、健太くんのブログでよく減量についてとか、はい、食事についてとかってやってるじゃないですか。あれ結構みんな参考にしたりしてると思うんですよ、はいはい、やっぱりサウナ、僕の時代はやっぱサウナに入って結構倒れちゃったりとかあったけど、やっぱりサウナよりああいうお風呂で、まあのんびりとやるっていう方が、いや、サウナもいいと思うんですけど、やっぱり公共っていうか、あの、人様の場じゃないですか。何かあった時に迷惑かけちゃうんで、たまたま。なるほどね。うん、インソチュアとか、まあ、自宅の方が
倒れても確かに確かに迷惑かけずにっていうのでっていうのもありまして、うん、はい、なんか僕が聞いた話、小西って選手がうちにいて、はいはい、小西っていうのはなんか表参道にサウナ、はい、ミストサウナの中にバイクが焦げるジムがあって、そう危険ですねそうするともう当日計量当日にそこで行って、はい、もう一気に5キロぐらい落としちゃう。ああ、そうすごい出ると思いますね、うん、本当にダラ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 こいで休んでダラダラこいで休んでみたいな、はい、やつがあったんですけど、まあやっぱりこう時代の流れか本当に減量っていうものに対してみんなすごい知識がついてきたというか、うんうん、そうだ。でもちょっと数字だけなんかその誰々が何キロ落としたのかな、それだけ真似してなんか失敗してるのも多くなっちゃってる気がしてるんで、ちゃんとその内訳をですね、僕ブログで毎回書いてるんですけど、そういうのをちゃんとしないと、はい、やっぱ健太君っていうのは本当にきちきちっと物事をする人なの。きちそうですかね、うん、そう見てるとこのやっぱこの人生設計、はい、いいえ、なかなかこの現役キックボクサーでしかもトップレベルの選手で、はい、マンションを所有してるっていうのを初めて見て衝撃というか、うん、だからやっぱりこうなんていうのかな、はい、うん、健太君はなんでキックボクシングやってるんだろうっていうぐらい、まあ、そう、自分がやっぱりそれを一番満たしてくれますからね、キックボクシングは。もともと大学の時からやってるんでしたっけ。もう高校生から高校生にしてます。高校生の時はワイルドシーサーで、そうです、行って、はい、で、大学のタイミングで ESG に ESG に入って、はい、でもうその時には就職してもやっていこうっていう、一応自分の中ではその大学4年間がもうチャンスだ、モラトリアム期間と思って、うんうん、もうそこで社会人になるかキックだけでもう飯食えるかにしようって決めてやったんですけど、結果飯食えないままちょっとまだやめらんねえなっていうモラトリアム期間伸びたみたいな、うん、でサラリーマンしながらやっぱ4年弱やってたんですけど、不動産業、そうですね、うん、でやっぱりなんかその絶対勝てると思った選手に負けた時にちょっとそのなんか負けた時にこう自分の中で言い訳ができちゃう、仕事も忙しかったとかなんだっていう、ちょっと一回も人生一回きりだから言い訳排除しようと思いました。もう完全職業キックボクサーとして、いやちょっと一回ぐらいやろうかっていう感じですね。でもちょっとまあ新婚でちょっといろいろ考えるところはありますけど、はい、奥さんはもうもちろん賛成してるというか、どうなんですかね、何もあんまり言ってないですね、はい、良ければ知り合ったきっかけとか教えてもらえますか。やっぱり僕お酒がこう好きなんで、はい、まあ、嫁もお酒が好きでちょっとバーで出会ってかっこいいですけど、バーでマスターにあの子にもっていうような感じまあちょっと記憶ではそんな感じなんですけど本当かどうか分かんないです。僕の記憶では記憶ではそういうそんな綺麗な感じなんですけど、もしかしたらもうちょっとクラブっぽいとかだったかもしれないこれは誰にも分かんない記憶がやっぱり結構飲んでた、まあ曖昧になっちゃう、まああと減量のね疲れもありますからね、疲れもいろいろ人生の疲れも人生の疲れ多分ですけど、あそこの方に同じものかっこいいシューってやってっていう感じで、こうマスター出してえっみたいな感じで、あの方からあの紳士から感じで、どうもこういう感じでここに落ちちゃったとだと思います、多分分かんないですいやまあもう毎回あれですよね、奥様は来られてますよね。そうですね、はい、結構声が聞こえるんですよ。ああ、なんか、はい、びっくり、なんか僕は聞こえないですけど結構そうですね、やじじゃないですけど結構シッターしてるみたいで結構話題になってますよね、奥さんの叱咤激励が試合中のがすごい、何やってんだよ、はい、そこへ行けよみたいな、そうですね、はい、今回の試合も多分、はい、奥さんの名物となりつつ知った激励が見れると思う。そうですね、ファンの皆さんもすごい楽しみ、いやいや、もうあんま言わせないぐらい
圧勝したいといつも思ってるんですけど、それでまあ今回の試合、はい、レベルス TV でも、はい、インタビュー、各選手のインタビュー行った時も必ず勝敗予想してもらってるんですよ、はい、全試合の。おー、その時やっぱり、すごく興味がある試合としてやっぱり、はい、健太選手とパン選手が上げる選手が多くて、はい、でそれで、まあ、勝敗予想してくださいというと、はい、まあ、健太選手でしょうと、はい、いう予想がやっぱりもうほぼですね、ほぼというか 100% 健太選手。どうですか今回の試合以降。まあそれがいわゆる美味しくない試合ってやつなんですよね。なるほどね、はい、みんな健太勝った当たり前と思って勝ったところでも大谷も以上みたいな。だからいわゆるパンクにとっては美味しい試合で、はい、僕にとっては美味しくない試合、はい、でもそういうのもこなしてこそ本当の強い選手だと思ってるので、だから今回はパンクにチャンスを与えて、なるほど、ちゃんと蹴散らして次僕がチャンスもらう、うん、なるほど、よろしくお願いします、はい、来年まあ、パン選手にこの話をした時ね、はい、パン選手に勝った後こうちょっとリング上でじゃあなんか言っちゃおうかみたいな話もちょっとやり取りがあったんですけども、あ、まあ、まあ、特に、まあ、その時の気持ちで、その時の気持ちで、はい、まあ来年から MXTV と、はい、まあ、ゴールデン、日曜の7時から9時までのゴールデン生中継と、はい、あと、まあ、アメバ TV、はい、はい、で、USC ファイトパス、これ3局生中継が入るので、はい、まあ、いいチャンスかなと思うんですけど、そうですね、はい、それちょっとアピールするためにも、はい、2月大会からですね、はい、うまくいけば7大会全部っていう、お、はい、今決まったのは3大会なんですけど、ね、すごいですね、はい、そこでまた健太君の地底人、地底人、地底人ラジオ、はい、福山さんが一緒に、はい、登場できるまで頑張らないと思いますね、はい、僕的に健太君ってやっぱり僕のイメージではすごいクラッシュ K-1 に出てた、はいはい、感じがあって、そこからこう路線変更してムエタイ路線に入ったじゃないですか。あれは何かあったんですか。いや単純に別にそういうつもりではなかったんですけど、はい、まあいろいろ契約上の問題といいますか、あ、そうそうですね、あ、なるほど、そういうことですかね、はい、あ、じゃあ自分がムエタイがやりたいからやっぱりっていう感じで、でも僕活躍する舞台があればっていう、 どっちかというとそこなんですよね。今どっちが合ってると思います。あ、今はやっぱ僕肘とかあったんです。首とか好きですし、キャッチもしたいですし、うーん、まあ、ルール上のこと言えばそうですけど、でもないのないのない、なければないで、例えばクンルンファイトとか、あ、そうですよね、キャッチ1回とか、膝蹴り1回とか、うん、肘なしですけど、そういうのも定期的に出てますし、うん、まあ、活躍する舞台があれば、なるほど、僕は、はい、そういう意味では来年からこう本格的に日本上陸するっていうね、ワンも興味があるって、はい、あ、もうめちゃくちゃ、はい、もう活躍する舞台があればオープンフィンガーでも何でもやります。おお、はい、オープンフィンガー立ち上がる、本当プロフィッシュ、何でも、はい、ラベでも活躍する舞台があれば、ラベでも見合えば、ファイトマネが見合えば、ですね、そう、注目度が見合えば、これもラウェイのプロモーターの中村さんがキラーッと光ってると思いますよ、はい、マジですか、キラーッと光ってる、全然やります、はい、何でもやります、いつもレベルス見に来てるので、はい、はい、いや本当にね、こんな計量前日にお宅お伺いするなんて、はい、なかなかこうできる、快く了承してくれて、はいはい、さらにね、この見てください、このワインセラーすごくないですか、ワインセラーがある。やっぱ日本は暑いんで、やっぱワイン、見えない、中が見える。保存状態がやっぱり、夏場、厳しいな。素晴らしいですね。いや本当にちょっと、楽しみな試合なんです。最後にですね、はい、明日の全試合、ちょっと座っていただいて。はい、予想を自分の試合以外を、はいはい、してもらいたいなと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね、では行きたいと思います。まずは、そうですね、ここら辺は分か
とか二郎と蓮沼っていう選手は知ってますか？顔上がりますね。ああ、じゃあまだそこ、じゃあこれの上からいきましょう。はい。橋本悟選手対丹羽選手。え、丹羽選手？はい。どっちでしたっけ？ちょっと待ってください。はい。もう一回撮っていいですか？はい、それ面白かった。丹羽。橋本選手、この前あのクラッシュで、はい、ノックアウトで、はい、はい、いきますよ、はい、じゃあ、10月8日の、はい、大会の勝敗予想、はい、自分の試合除いたのですね、あ、はい、してもらおうかと思うんですけども、はい、まず橋本悟選手対丹羽圭介選手、丹羽、丹羽選手知らないですか、でも、はい、漢字と漢字、その漢字は仁丹の仁に羽の羽、もともとハヤトジムにいた、はい、でライズに出てた選手ですね。あ、はい、知らないかもしれない、知らないですよ、知らないですよ。じゃあ、はい、どうでしょうか。俺はもう丹羽選手ですよ。丹羽選手知らないのに期待を込めて、期待を込めて、はいはい、あと判定 KO、もう KO ですね。KO です。はい。ありがとうございます。はい、そしたらですね、次いきますよ。はい。次が宮本選手対ダウサゴンいきたいですね。次でしょ。これも結構面白い。これ何ラウンドですか？これ3ラウンドです。延長あり。はい、宮本選手対ダウサゴン3分3ラウンド延長ありです。延長で宮本選手。なるほど、はい、ダウサゴン選手はよく知ってるんでしたっけ。なんとか一緒に練習、すごい強い、うまいんですけど、水もうまいんですよね、すごいうまいんですけど、ちょっとスタミナどうかなっていうところの、こう宮本選手 のポーカーフェイスでずっとこの淡々とした感じが、疲れも痛みも見せない、なんかね、今回の並々ならぬ気合い入ってるんですよね、はい、新しい宮本選手。でも多分顔は変わんないですよね。ずーっとポーカーフェイスのあれ好きなんで。そうですね。はい、宮本選手。結構最近はね、むっつりってこの間レベルス TV でバレちゃって。あ、むっつりなんですか。なるほど。はい。じゃあ、これはもう延長判定ということですね。延長判定ですね。はい。ありがとうございます。そしたら、キング京介対、はい、面白そうですね、小笠原栄作、これも結構面白い、これは楽しみにしてるんですよね、はい、これ結構ね、わからないすごい攻撃力がある対決なんですけど、はい、やっぱり僕は栄作選手KO したかなっていう感じですかね。うん、もうどっちも可能性があるそうなんですよ ね、だからわかんないです、はい、これ違うキング選手の KO でも、はい、全然予想通りみたいな、逃げじゃないですか、はい、もうなんかこう言ってると結構もう全言ってる試合全部 KO ですけど、そうです、これ一息じゃないですか一息僕の試合とかそういうあれじゃないですけど、はい、KO が続いてます、はい、まあ、次KO でしょ、はい、あれですね、梅野選手対来た、はい、元ラジャの、うん、王者ですね。じゃあこれちょっとやっぱこれ一方的に梅野選手が勝つなと思うんですね。おお、見たことありますか、対戦相手の選手。ないんですよ、キャスメトないんですけど、すウィラサクレックの対峙トレーナーによると、はい、もう梅野勝つって言ってた、ね、本当ですか、はい、結構強いんですよね、ビデオ見た感じだと。燃えたので、やっぱりでも、はい、あ、大丈夫ですよ、やっぱりね、梅野選手、はい、こうすごい圧力強いんで、今梅野選手もしましたよね。じゃあ、こういう試合の感じですね。こうあれやっぱり梅野選手勝つと思う。圧倒すると思います、ね。圧倒で。このドヤ顔みたいですね。ドヤ顔、はい。これ以上やるとね、ちょっと問題が出るんで。そうですかね。はい。前回一応カットしました。あ、そうなんですか、ね、前回カットした。あ、そう、すごい、だからすごい尺短くなっちゃいましたね。そうです、そうです、ジムのほとんどの、はい、そうです、もういつも練習、やっぱりいつも YouTube とか、はい、練習ってシャドウを見通すんですけど、誰かのモノマネしながらやってるわけですよ。ああ、
あの日ずっと確か有名な選手を参考にやっぱりレベル高い選手だからずっと練習振ってなかったんですね。そう、あれカットしたんです。あちょっとまずいかなっていう配慮。それではメインの日向対緑か、はい、うん、これ面白いですね。面白いですけどちょっと宝、うん、僕は日向選手判定勝ち。あ、はい、ここに来てやっと判定ですね。判定勝ちです。お忙しいです。ありがとうございます、はい、じゃあまず明日の計量みんな楽しみにしてると思いますし、はい、はい、任せてください、はい、カメラに向かって、はい、一言お願いします。レベルス58、若手のホープバン君の野望を蹴散らしますので、まだまだ僕は下克上はさせません。よろしくお願いします。